第2部、赤き翼、目覚める獅子たち。お、いいね。いいタイトルだ。地上に降りる前に一度館内をざっと回りたい。回りたい、回りたい。そうだね。はーい、了解でーす。学生情報ページ。はーい。一旦止めます。よし、じゃあ次の日に撮ってます。マラソンしていきましょう。まずは戻ってブリッジ、そっか、メンバーに入れててもみんな各々の位置に立ってるんだ。サラ教官デフォルトが好きすぎるな。何？2年生たちが帝国各地でレジスタンス活動している。へえ。ほう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 、すごいね。へえ。マジか。へえ。あ、話をする、カエレージャスで移動するパーティーを返事。なるほどね。頑張ろうね。よし、じゃあ下の方々たち、いいかな、話すのね。へえ。なるほどね。よし、じゃあどこに行けばいいんだ。5階、1階、今は何階。5階、1階から攻めていきましょう。戦争と攻防のあるフロア、これから頻繁に来ることになりそう。あー、確かにね。1階は攻防戦争区画。ジョリュジュ先輩、はいはいはい。バリマール立ってる。ふんふんふん。カスタマイズ、バリマール先生もカスタマイズできるの。板バリマールにしていく。なんかすごいね、ワクワクするね。ここがジュルチュ先輩の部屋ですか。そっか。オフロードでの走行を想定して各パーツの交換をさせてもらった。へえ、なるほどね。街道でも使ってもいいっていう話か。ああ、サイドか。ああ、なるほど。素材を持ってきたら的な。バイクのペイント、まあそこそこ特務支援課で何回かたしなんでおりましたけれども。なるほどな。街道などで四角で押す。はあ、便利。なるほどね。カラーカスタマイズ。
今アンゼリカカラーって感じだもんね。そうだね。はあ、まあスロットはクリアするまでに埋まるといいな的な感じよ。エクスチェンジしとこうか。あんまないね。今94000か。武器買い物。あー、イエローカラー。これってその都度買っとかんとあれなんかな。サイドカーユニットすでに私はいけるわけなのだが、買うか。これだから金持ちは。村クモが増えてる。買っときましょう。こんなもんですかね。あ、作れるようになってるけど元のあれがないかな。ほーい。どこでやるの？そのあれ。多分近くでやるのかな。バイクの。ペイ。ペイトンどっかで見かけたよね。どこだっけ？どこだっけ？どこで見かけたんだっけ？一番最初にカレージャス乗ってたんだっけ？なんだ。バリマール、立ってて大丈夫？あ、おはよう。ありがとう。起きてくれた。マナの方はある程度回復してる。50%。うん。その他はどうだって聞いてくれた。新たな力に目覚めたようだが、あ、鬼の力の話かな。いや大層なものでしょ。うん、みんなのおかげでようやく自分のものにできた気がしたけど、まだまだ修行が必要。うん、うん、うん、読むのに時間かかる。そうだね。バリマール先生かわいい。あー、クラウトなんだ。あー、へー。異常状態がすべて回復し、しばらくの間圧倒的な力で敵をねじ伏せることができる。へー。で、鬼の力になったら3ターンの間、バフ底上げで覚醒状態になりクラフトは変わると。あー、あの目のマークは心眼じゃなくて覚醒マークなんだ。あー、鬼神召喚って何気に一番下に書いてあるんだが。ロイドくんみたいな、バーニングハートみたいな。バーニングハードだったっけ。で、重ねがけしていったらどうなんだろう。 CP こっ書いてないのか。うん、デメリット書いてなかったよね。うん、デメリットないんだったらロイドくんみたいに切れる前にかけ直すっていうのをしなくていいよね。カスタマイズする。せっかくイエロー買ったからサイドカーつけてイエローカラーしよう。シューって言ってる。
何色がいいかな。個人的に好きな色、私好きな色何なんだろうな。まき、女の子なんで一応ピンクは好きだが、2回行こうか。2階はなんかカードマークあるけど、遊べるとこなんかな。あ、わかりやすいね、ああやって旗あると。いろいろあるね、施設。うん、グレード2。ご飯。ウィちゃんどうしたの？うんうん。そうね。あっちは装飾がすごかったな。いかにも貴族みたいな。うん。広さもね違うね。そう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 、怖かった。うん、二人ともフィーのことをちゃんとすごい思ってた。うんうん。ん？イベントどうした？楽しそうだね、いつも通り。かコックあの料理の部長を連れてこなきゃ。あの人は嫌だね。あーのー名前忘れたけど。まあ確かにね。あーそうだね、黒の工房。情報くらい。願ってもないくらい。特殊な武具工房。扱い難しいけどとんでもない破壊力を持った武具をオーダーで作っている。一流両兵団とかテロリストとか注文受け付けてるみたい。おじさんの撃ったクローンの大型ライフルもそこか作ったもの。ああそうなんかな。てかそこでリンクの武器も作ってもらえばいいのでは。とか簡単なこと言ってみてしまうんだけれども、すごいの持ってたもんね。3000アージュ、それがあれだったら3キロ。現実的に3キロっていうことなんか。3キロってことはないか。うーん、あそうなんだ、へえ。私が持ってるのがそうなんだろう、何なんだろう。なんか途中で行けなくなったような気がしなくもないけど、なんだっけね。あ、そういえば料理部だったね。忘れてたわ。食べる専門。なるほどね。あ、図書館。マキア水槽ですよね。もう期待を裏切らないな。まあそらね。オリビエ本好きだったね。
そうだね、友達だもんね。あー、なるほどね。これ改めて勉強するのもありかもね。あとで、あとで読んどきます。あ、これは今まで私が読んできたやつかな。ファンの時に読んだやつですね。で、この辺が図書館にあったやつね。完備されている。バックナンバー、完璧だね、この部屋。パソコン室、なんかこのこんだけモニターを薄くして透明化する技術があるのすごいよね。使われてない。本当？あ、本当だ。ここは救急室？あー、エマ。さすが。なるほどね。面白いな。娯楽部屋、缶ジュース、エナジードリンク、どっちも一緒。ビリヤード、なんだろうこれ、わかんない。でも全部違うね、ポスターね。いつの間に？え、何？クロウから？こいつはブレードの新作、その名もブレード2だ。新しいカードが追加されてて、戦略性が以前と変わっていて、なかなか面白い。クロウからせいぜい腕を磨いておくんだなと。また一緒にやろうぜみたいな。そうだね。あー、じゃあ全員、あ、5人ま、なんだってあーは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 ー、なるほどね。スノボみたいなのはどこに。いやー、5人かまあ、多分ノーカットでやってると思う。一旦止めます。じゃあ3階ショップに行きましょう。ピンポーン。あら、珍しい組み合わせね。あ、武器はここに売ってんのか。なるほどね。看板と乗降口、はい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 、なるほどね。今は最低限しかないけど、学院生が合流することで最大4ショップ。今は武具だけ。これは、ああ、仮眠室。なるほどね。左から見ていこうか。後方甲板。おー、すごい、すごい。誰もいない。
前に人いる。すごいね。へえ。で、よいしょ。あ、売ってる。とりあえず2人は買っといて、まあラオラも絶対連れていくだろうから、ラオラも買っといて、で先生も絶対連れていくから買っといて、あとこの2人なんよな。あ、また後で来ます。ここも増えるのか。そうなんだ、前のあんま覚えてないや。でも確かに言われてみれば変わってんのか。あ、ちょっと待って、下の方なんか売ってなかった。本は売ってないね。了解。街道にいるっていうのがね、またねあ、そうなの。あなるほどね。うん、オリビアいつ何時もリュートを弾いてたよ。なんかそう考えたらオリビエってすごいね上行口か、なるほど。ここは、あー仮眠室っつーか。あ、こっちは物置部屋。あーなるほどね。あ、そっかそっかそっか、このセーブデータではゼオとあれなんですよね、あの言葉を交わしてないんですよね。絆イベントを見ていないセーブデータになりますね。見とけばよかったかね。じゃあ3回終わりかな。うーん、じゃあ4回。ロイヤルルームと、なんだ？貴賓室？訓練？はい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 。これは何？訓練室は全部で3つあり、それぞれ剣術射撃アーツ訓練に対応している。はぁ、はぁ。試練の箱みたいな感覚で使うのかな。あー、ほんとね、めっちゃ強かったさすがのラウラ。なるほどな。で、向こうにこれはな、イベントが進む感じ。もう全員話したよね、多分してると思うのですごいね、ベッド見れないようになってる。
うん、ほんとね。なに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 、勲章、数年に一度皇族から贈られる特別な勲章がある。あーなるほどな。はい、わかりました。頑張る。クエストと人との交流とかいろいろね。頑張ります。お、やった。各地で奉仕活動に勤しみ、人々の問題解決に多大な貢献をすることで、慈愛が、こういう信頼関係を持ち時に助け合い理解を深め合う。武将が、持たされた脅威から総国の人々を守る誉れある武功を立てたもの。なるほど。なるほど。あ、魔獣図鑑かな。よし、じゃあ一回、あ、あって、ブレードしなきゃいけないんだ。うん、回った回った。うんうん、地上にいるときに四角のオプション、はい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 、はーい、わかりました。便利だなー。報告もここであるのね。はーい。うんうんうん。了解。じゃあ、